今日の結果はまだなんですけども、でももうなんか匂わせ出てるんじゃないですか、肌ツヤに。やっぱりこれ肌ツヤの話は何なんですか。分かんない、それはあったんですか。それはあなたが言ってきたんです。それはもういいですよ。じゃあ、まあ、とりあえず乾杯。乾杯。お疲れ様でございました。お疲れ様です。いただきます。皆さんも。あーうまっ。あこの世の終わりだ。いやもうなんだろう、やっぱいいっすね。しますね。このために僕たちって頑張ってますもんね。なんか前回のね2軒目で、はい、この大将がね僕たちを知ってくださっていて、また次回撮影させてもらってもいいですかって言ったらね、心よくね OK と。それまで知らなかった。いやでしょ、うん、だからまたあんたこうやってたからさ、だからお願いしますよ。これいや本当に申し訳ない。日記が私怖くて来れなかったんですもん。だって正直ね今回まあまあな感じでございました。でも大体サムネで何となく分かるじゃないですか。いや多分ですけど大体、ね、もうねサムネでっていうか姉さんで分かるというか足でしょう。足、うん、今回まあね見どころありますね。今回もね、ちょっとまあ姉さん好きにやっちゃいなさいよって、うん、ゲームをいただきまして、科学に座った結果、僕に関してはね、やっぱいつも通り真面目マンで、構成っていうのがあって、いきますんで、はい、そこでどうなってるかっていうところなんで、ねね、結果ね、これがただ酒なのかどうなのかっていうところを、はい、こちらを見てください。よろしくお願いします。はい、抽選終わりました。どうしたんですか。いやどうしたんですか。なんかおしとやかっすね今日。あっなんかあったんですか昨日。何もないです。特に何もない。なんか男性となんかあったとか。なんでそうやって。なんかきらびやかな感じになってますよ。艶がいい。艶がいいし、前回まあ言ったらこの番組の最後、もうやめて、ほんとまだ後編がベロンベロンですから。公開されてない時もね。まだね、うん、そうで、もう見るのが怖すぎて、はいはいはい、もう嫌なんですよ。私予告編でめちゃくちゃがっつり使われたじゃないですか。僕見ましたよ。見ました。あ面白かったです。最悪。なんだかんだ面白かった。いろいろと最悪だ。いろいろと面白いなと。いいよ、この話はいい。この話いや盛り上げていかないと。僕ですね、ワンクロー終わったら続けられないかもしれない。いや今日抽選番号29、はい、ということで、はい、まあまあ早めといったところなんですけども、はい、急に切り替わった、はい、まあちょっとここからはガチですよ。お勝たないとうまい酒。ここからは今まで何だったの本当に。一応ちゃんとですね、はい、僕データ集めました。ありがとうございます。毎回毎回やはりですね、前代系に関しては鬼武者は結構やってます。頻度としては、うん、一番やってて第一項はもちろん鬼武者なんですけども、うん、やっぱ私打っちゃったし、まあ1回目ね。また鬼武者どうした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 。大丈夫ですよ。どうしたタンがねジジじゃったらのまあなんですが、ちょっと鬼武者が、はい、うん好きなんですよ。ですからその映像的にかだからだからさおいおいちょっとね鬼武者はなって思うんで、まあ映像的にね、違うところをやっぱ掘ってく方がいいかなと。祭り系で攻めたいなと、うん、今回は2人で、はい、って思ってるんで、やっぱり祭り7なんですね、はい、トータルの集計だと、はい、っていうところで、あとは5と2が若干強いかなっていうところもあるので、はいはい、まず僕たちはメイン機種川練りとか北斗とか、まあ姉さんが打ちたいところの松見奈々とか、はい、空いてるんだったらチャレンジ精神燃やして行くのがいいかなと思うんですけど、どうですかって感じです。だからじゃあ、さ俺これ一人パン組の方がいいんじゃないかこれじゃあ。まあでもな私な、うん、結構好きなのは打っちゃうんですよ。でも、うん、そのスタイルで前回出してるわけじゃないですか。そうね、フリーズしちゃってるからね。それうまい酒飲んだんで、 そうだ、そこはフェアリンスタイル、名産スタイルで行って、僕はちょっと真面目に今回ちょっと松尾を探してみようかなと。とりあえず、はいはいはい、でメイン機種の僕は松尾なら、うん、そうです、ちょっと私ちょっと抽選が悪いので、皆さんいいよ入ってから好きなの行きなよ。じゃパラーっとパラーっと出したし、そうね。はい取れた、こっちにしましょう。松尾奈々が取れました。あとの背面のですね、カバネリの松尾奈々も取られております。で、永遠の77番、
家族庁にあるんですけど、そちらの方も取られております。唯一永遠が埋まってると、あのマスビを多分気にして、あの取られてるのが分かるかなというところで、待って、からくりサーカス設定入っててもってやつ、ちょっとからくりサーカス取っていいですか。まず見ながらね、おはようございます。はい、7番台の北斗埋まっている。あぶね、北斗、マスビ、7、4つあるんですけど全部埋まっております。正直ね、僕カバネリ取れてよかったかもしれないですね。ちょっと迷うんですけど、バルブレイブとカラクリサーカスだったら、ちょっと待って待って、マスビ7どちらもあるんですよ。バルブレイブとカラクリサーカス、多分正直分かるのは、うん、あのバルブレイブですよね。俺思うんですけど、どっちもどっちなんで、今どっち取ったんですか、ちなみに今カラクリを、じゃない、その1台で椅子をビシャビシャにしてほしい。いや、やれたことないんですよね。じゃあ今日やればいいんじゃないですか。おー、かっこいい。もしかしたら設定の力もあるかもしれないし、まあまあ確かにね。じゃあカラクリちょっと取ってやってみますわ。オッケーオッケー、はい、応援してます。ありがとうございます。応援してます。姉さん、僕ね、はいはい、今第2、このあのシールの話をしてるわけなんですけども、はい、改めての説明をね、ちょっと姉さん触れていただいてもよろしいでしょうか。改めてですね、この2種類ステッカーが私たちございます。このキラキラしている方のステッカーと、背景が白、真っ白な、この2つのステッカーを用意させていただいてるんですけども、この背景が白いステッカーは来てくださった方全員にプレゼントさせていただこうかなと。声かけてくださった方、あのスタッフさんの方に声かけてくださった方にプレゼントさせていただこうかなと思っておりまして、こっちのキラ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 ーとしてる方は高設定濃厚さ画面を見せてくださった方にプレゼントさせていただこうかなと。まあ仕頃ですよね、要は。まあそうですね、まあ、4は高設定ではないけども、うん、一応仕頃でいいんじゃないかなと。仕頃高設定試写、はい、ぜひとも皆さん、あのお気軽にお声かけくださったら、ステッカーだけはプレゼントさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、俺見たよ、前半しかあの配信されてないですけど、やっぱあの新番組どうやって、僕たちが映ってるか編集されてるかっていうのはね、気になるんで、はい、見たいんですけどね、まあ、見るべきじゃないですか。正直やっぱ撮れ高がすごかったんで、はい、映像としても良かったっていうのと、やっぱね、なんかバカみたいな話してるなと、それがやっぱ面白かったっすよ。まあね、実際じゃ白州の色って私何なのと思ったもんだって。まあ前回頑張りましたからね。いや、そうですよ、実際。実戦自体の内容も結構濃かったんで、その実戦も重きに見てほしいなと思いますよね、はいはい、結構ね。そうなんですよ、実際のところね。はい、実際のところ。よいしょ。いや、私これ、はい、打感めっちゃいいな。これめちゃめちゃいい。実はこれ解析数値出ないんですけど、あの無名と生駒のチャンスの突破率は高設定高いです。ちょっとね、無敵時間が多かったんで若干打感がいいです。もうよくもう言われました、昨日も来店してて。あ、マジっすか。なんかあの尻がめちゃくちゃめちゃめちゃいいですねみたいな。ただ私ね、赤オーラまで行ったんで、多分これ行きますわ、チャンスゾーン。ちなみに僕あの生駒チャンスゾーンで通しました、3本です。 おめでとうございます。まあまあ、ほぼあの早白で大丈夫だと思います。はい、ここはまあどうでもいいんで。あ、出ないですね。はいはいはい、私は4ですね、4本でございます。で、いくでしょう、さすがに。よし、行きました、チャンスゾーン行きました。早い一発目、これなレア役というか子役大事なんで。うわー、何もダメだ。はいはいはい、うわ、うまっ、ブラボーブラボー、腕角のブラボー、オッケー。まあそろそろ多分エピソード行ってもいいんじゃないかな。あ、よくし、オッケーオッケーオッケー。いやでもね、結構私も友達と、はい、お、いい音した。結構昼から合流して、それそのまんま夜の1時ぐらいまで飲んだことありますよ。マジっすか。はい、まあまあっすね。ちょっとそうですね、お互いちょっとはい、いろいろあって
いろいろあったんですか。あんま言わない方がいいなと思って。どういうことや。いやだから女の青春ですよ。だ男で言ったらなんかこう風俗に行って、はいはい、でまた集まるみたいな感じですよ。どういうこと。ダメぽよ。残念。スルー。いやースルー。スルーです。はいはいはい、男の青春みたいな女性バージョンが全く分からなくて、もう分からなくていいことのいっぱいありますよ。気がかりなんですよ。ホスト？いやいやいや、私はホストはあんまりというか行かないですね、ホストは。どういうこと？あ、そういうことか。コンパか。コンパだ。コンパもないですね。なんだ青春って。いやいや、やっぱりこう、じゃあ例えばお付き合いしてる方と、はいはいはい、朝帰りをしてそのまま合流して飲み行くとか、はい、朝帰りしてそのまま飲みに行く。そうほたほたほてほてですよ。ほてほてほかほかほてほかほかほてほてほかほか。何がほかほかなのか、どういうこと、全然わからない。もうリナもわからないよ。いや、女だったら分かってくれると思う。なんだろう、女の人を見てくれてる方ね、若干いらっしゃると思うんですけど、はい、ぜひその、ね、ほてほてほかほかほてほてほかほかね、ね、分かる方ぜひコメントの方を、はい、コメントの方をよろしくお願いします。ぜひともいつもコメントしてくださるゆきたん。誰だよいつもコメントしてくださってる方、あ、ファンの方でいらっしゃるんですね、はい、ゆきたさん、すいません、ぜひほかほかの方をコメントラノでね、お願いします。うん、要説明で、うん、なんか姉さんから聞いております、なんかホテホテとか、ホテホテホカホカ、ホテホテホカホカってなんか分かります？なんかホカホカのまんまで友達と飲むとかあるよねって言ってるのも聞いたことないって。だから僕かれこれ1年半ぐらいフリーなんですよ。1年半ぐらい、うん、なんでね、抱ける抱ける、いや、やべえ、マジやめて、抱ける、マジだい、あ、行くかな、これ OK、 いいバチャン、行った、早いな。お、全チャ入ってんな。 OK、 ブルーです。ということで当たりました。早い、チャンスゾーンをちゃんと通せてるのがでかいですね。ここはエピソードボーナスの可能性が非常に高いです。高いでやんすよと。おめでとうございますでございます。ありがとうございます。林野でした。あ、早くろかい。お、いい音した。6000、 OK、 来た来た。もうね、全世界に感謝を込めてこの25ゲーム叩かせていただきます。きっちり。最後の0ゲーム、まあ1ゲームですよ。で、チャンス目引いたんで確定です。おめでとうございます、はい、これは運命が変わりましたね。512分の1引きました。ありがとう、はい、セーフ。何やと思う、あれ当てりゃ何でもいいんで。イエスイエスアグ。全然出てないよ。でもね、ナビも来ない。144枚ということで、一応チャンスゾーン来ました。2度目の最終ゲームあるよ。最終ゲームね、最終ゲームでリプレイ、何でもいいから来い。そう、何でもいいんですから、何でもいい。あ、貴様当てきた、やったぜ。ここでなんとチャンス目を引きました。わお、はい、よいしょ、はい、行きました。いや、ね、でも姉さんナイスナイス。これが最初で最後の AT にならないように伸ばします。頑張ってください。はい、伸ばすしかない。とりあえず発展、誰、まあまあまだ期待度ある。ハーレークイーンじゃなかったらね、うん、全然いい。
倒しちゃえ倒しちゃえ、倒そう。とりあえずお下パネショットしました。てことは大丈夫ですね。わお、まあ、このあとね劇場ジャッジでいくかどうか、とりあえず欲しいっすね。よいしょよいしょ、 OK、 はい、何枚何枚、100枚、はい100枚ですね。ちなみに今残りあと1回でとりあえず運命の、え今あと何枚あるんですか。今262枚、え全然いけるよ。えめっちゃチャンスじゃん。ST がやっぱ下手だから負けてるよなね。ST2 をうまく、そうです、低設定であろうがね、なんであろうが ST をねうまく、ちょっとねできないと持ってったですよね。出玉にはつながらないので、おっしゃー、ええー、っと今ね、運命の一撃3回いきました。はね、えもう確定じゃん。初めて来た200枚ゲッチ。今まで行ったことなかったでしょ。ないだから違うね、あんた本物の酒粕なのやっぱ。今日のあんただったら絶対行けるから。いやこれ頑張って、ここまで行ったらねそりゃ行きたいですよね。やばい、世界最速の女出ちゃった、すごいよあれは。いやドキドキするな。いいね、みんなドキドキしますね。だからドキドキするから、ね、パップスローは楽しいのよ。みんなドキドキするね、うん、うわそうよ。今日は決断びしょびしょじゃない、今日は。今日ね大丈夫、ほら、おーおーおー、びしょびしょだわ。あびしょびしょじゃないけど結局びしょびしょだわ。で、あなた多分びしょびしょの時絶好調だから、すいません、運命をかけてください。おうわ来た、すごいね。ふう、準備中でございますよ。はい、超辛くれサーカス、おお大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。はあ怖い、大丈夫大丈夫。チャンスアップもね実はちょこ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 あったりするんですけど、これはまあレモンっすよね、色が。はいはい、赤赤赤、怖いよ、いきます。でここでブラックアウトいきます。大丈夫です、はあ、おめでとうございます。はいよー、すーげえ。姉さん姉さん、今日はたんまりとうめえ酒飲もうぜこれよこれよ、あった、酒かす大統領だよもう間違いない。やりました、おめでとうございます、本当すげえ。バージン超辛くりサーカスーバージン、そうだ今日で、いや少女脱退、行ってまいります。うー初めて、いやちょっと待って、いや姉さんおめでとう、ありがとうございます。気持ちいい、これ何これこれ何これ、超もろ、何これ、300おもろこんななの、カラクリサーカスって。そうなのよ、なんこれ、なにこれおもろいや、よかった姉さんが楽しんでて、あすごい、こんなんなのね、はあこんなん初めて、こんなの初めてそ, うそうだよな、そうだよな、そうだよ、初めてなんだよな、ショートだったからな、こんなの初めて、そりゃそうなんだよ、こんなにこんなに、あ、こんなに、あ、こんなに乗ってんの、まだ乗ってんの、すごい、たくさん乗ってるすごい、たくさんいっぱい出てるまだ出てねえぞ、いっぱい出てる、いっぱいいっぱい出てる、いっぱい乗ってるもっと乗ってやばい、たくさん乗って、やべ、ぶっ壊れてんだもん、マジでぶっ壊れてやがる。あ、終わったかな、1160枚、うわすごい、ブラボー、めちゃめちゃ乗ってるよ。はい、これが見たくてみんな打ってるわけですからね、超辛くりサーカス行きたいと思います。よし、いやよくというか、なんかあなたは
あなたはすごいよ、うん、褒められた、うん、そういろんな意味ですごいよ。チャンス目引きましたってことは100枚以上ですね一応。よし100枚お今日チェリー引きました。うまい、わい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 、200枚ゲッチュー。いやいいですね、パッ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 パーン、急に425回転無名3の3でびっくりしたな、はい、クリア総取り13本。はい、そりゃそうだ、もう情緒不安定になったと思ったでもここがダメなんだよ私は今日。 ST ね、そう、いやナビ出ろナビ、あー違う、もう枚数がない、うわーやばい、なんだ、おーおー、マジかよ、おにや何生きた心地しねえよ、ちょっとおにやどうした、最終ゲームにクラッシャー行ったんでゼロ格ですよかったです、マジかよ、何これ、センスの塊です、わ自分で言っちゃった、はい、まあでもとりあえずね、いやね、なんかちょっと疲れちゃった今、まあね、うん、よかった、でもまだね楽しい ST、 本当に楽しいのかは分からないんですけど、はい、うん、やれますから、よかったよかった、笑顔だ、おーし、 OK、 おいやもうすいません、ジャンバリドット TV の最終ゲームの男リノです、お願いします、またラスト1ゲームです、いやー頼む、すーげー怖この台ね、ヒヤヒヤしちゃいますね、300 増えねえよ、で今約3000枚に来ました、でまたですよ、また戻しですから、でまた運命の一撃、いや戻しましょう、リプレイ、なんかこの一応ノーマルな感じがしますね、いや最後引きゃいいんですから、まだ分かんないから、ダメだダメだろ、ダメだった、ダメだ、あーいやでもでもおめでとうございます、ありがとうございます、まあ超いったんでね、イエスマリモさんかいこのイエスで僕飯食ってますんで、これ、いやいやそれはマリモさんな、マリモさん実際マリモさんも食ってねえから、マリモさんも実際食ってねえから、食ってないよね、食ってねえんだわ、うん、そんなにだった姉さんって、はいはいはい、仲が好きだって言ってましたよね、仲、あの左中ちょ、あのそういうことじゃないです、あのすいません、そういうことじゃなくて、すいません、そういうことじゃなくて、はい、あのそういうことっていうのもどういうことか分からないですけど、そういうこともどういうことか分からないですけども、うん、左中右の押し順だったら中が好きとおっしゃってましたよね、中ね、中が好きってことですもんね、僕もうこれ6回か7回もうミスしてるんですよ、うん、もうここでね変えよう、変えた方がいいと思う、中にしちゃう、中にしちゃう、中にしちゃう、うわダメだった、まあ右だったんでしょう、中はダメよ、
中はじゃあだからまあいやいや、 いやそうね、ちゃんと守って、守れよ、ちゃんと守って、全員守るんだぞ、みんな守るんだぞ。ブラボーブラボー、やばくないですか。僕5の4で覚醒中で当たってるんですけど、すごい、まあ、この最中ダブルはね、当確なんで取ることなんですよね。今日は初の300枚以上、イエス、いやいや、OK、どっからネタをもらってきてるのいいの本当に本当だったらいや本当じゃないよ、マリコさんだからこれで食ってないから、あ、よかった、うん、誰でまた覚醒だよ、もうマジでマジでね、まんまなんだよな、デジャブだよもうこれ、もうやだ、心臓が痛くなるパターンだ。さすがにね、685枚、いやまあまあいいでしょう、まあまあいいんじゃないですか、全然全然全然いいっす。週刊報告、姉さんすごいで、ね、うわーすごい、べっぴんさんで、やっぱ何何急に話したからすごいね、もうなんか気になったから、だからまた何なのそれあ、だからあのほか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 、それが誰もわからないんだよやっぱりね、ほかほかのほかほかね、お顔になってて肌つやがね、うん、素晴らしいってことで、まあやりましたね姉さん、前回に引き続き、何なんすか、やっちゃった、ちょっとぎんなくてさ、ぎんなぞさん食べていいっすかいや本当そうだった、いただきます、うん、ごめん、熱々で、はいはい、まあ、姉さんが、うん、まあ、一撃クリアして、で、まあ、ある程度のね、値段も稼いだんじゃないですか、うん、で、まあ、僕が売ってる玉ねぎに関してもやっぱりね、うんうん、なんだかんだ挙動がついてきてると聞いたところなんですけど、いい感じ、ちょっとね伸び悩んでるところといったところなんで、まあ、後半戦に関しては、まあ、僕が、まあ、高設定で伸ばすか、姉さんが、いやいやいや、さ大体わかるでしょ、まあね、なんで前半でもう全部見せてるか、私の、あ、まあまあ、これを、まあ、ね、そう、うわあ、それこそ、あ、煽りに行くのあなたは自分から、煽りに行きますよ、あ、行く、そう、あ、まあ、前半で、まあ、コンプリートしますんで、あ、おいおい、それは言い過ぎ、あ、いや、それは言い過ぎ、え、それは言い過ぎ、コンプリートはない、コンプリートないね、あ、ないね、これはないわ、ないんだ、これはない、あ、でも、なんかあんだ、なんか、うん、なんかある、マジか、後半戦に関しては姉さんがどこまでやれるかっていうところと、まあ、僕がね、高挙動のまま維持して値段も伴うかっていうところ、ね、まあまあ多分ねある程度見せ場がありますんで、後半戦もぜひお楽しみにお願いします、お願いします。だから姉さんが、まあ、これいいっすか聞いて、はい、姉さんがめちゃめちゃおかずにしてるサイドってあるんですか。でも最近ツイッターじゃないですか。じゃあそれ、もうツイッター全然見ねえからわかんねえんだけど。じゃあおかずって言ったらなんかおかしいですけど、なんか興奮するネタとしてはツイッターで ただでなんか勝手になんかやっちゃってるみたいな。本当？はい。へー、調べるとド変態で一回調べたら出たんですけど、で出たんですね、やっぱり。俺よりすごいよ。今回やばいな。今回やばいよ。違うんだよ。これで一回ちょっと、じゃあカタカナだってば。これカタカナだったの。そうそう、カタカナで、あ、でもあんま出てこないですね。なんかあれじゃないですか。なんか。大丈夫、決まってんだからこんな。俺は当たったから姉さんも3行ったんで決まってんだからそんな、うおーって言ってほしいな、でかい、おー来た、おい、2回目強い、続きました、お強いお嬢さんで